来年度予算案は先ほど衆議院予算委員会で自民・公明の与党のほか国民民主党の賛成多数で可決されました野党が政府提出の来年度予算案に賛成するのは極めて異例です来年度予算案は与党と国民民主党の賛成多数で可決され す、参議院にに送られる運びで、憲法の規定によって年度内成立が確実となります野党が来年度予算案に賛成するのは極めて異例ですが国民民主党は玉木代表が原油価格高騰対策として主張していたガソリン税を軽減するトリガー条項について岸田総理大臣がきょうの予算委員会で 凍結解除を含めて検討する考えを明言したことを評価し予算案賛成に舵を切りました。